金丸健一は、日本の政治家。千葉県立山市長。元立山市議会議員。千葉県立山市出身。千葉県立安房高等学校卒業。1999年4月の立山市議会議員選挙に初当選。2003年、再選。2006年11月19日投開票の立山市長選挙に立候補。自民党推薦の鈴木陽一。 現職の辻田ミノルラを破り初当選を果たした。投票率は59.65%。12月10日、市長就任。2010年、再選。2014年11月16日投開票の市長選に自民党、公明党の推薦を得て立候補。元千葉テレビ放送営業局長の渡辺誠子との一騎打ちを、制止、参戦。 投票率は56.70%。2018年11月18日投開票の市長選に自民党、公明党の推薦を得て立候補。新人、無所属で元市議の室厚みを抑え4選。投票率は過去最低の47.71%。2019年4月上旬、屋形船の女将を名乗る女性が市秘書広報課を訪れ、 高等で市長の屋形船修校のオープニングイベント出席を求めた。市は開催日時や場所、イベントの目的などを記載した文書の提出を依頼。後日、再訪した女性から出席依頼申請書を受け取った。市は観光振興に役立つ事業と判断し、金丸市長の出席を決定。出席依頼申請書に記載があった法人宛に祝い金として、 合金5000円を支出した。同年4月25日に行われたオープニングイベントには、立山商工会議所の回答ら約40人が参加。金丸は、船内の紙座へ通され、女性とその夫と向かい合わせに座り、立山湾内を周遊しながら1時間ほど懇談した。その後、7月下旬に、女性は暴力団組員の妻であったことが発覚。 女性の夫は顔見知りの男性漁師に購入させた漁船をめぐり電話で脅して名義を変えようとしたとして共用未遂容疑で逮捕された。8月20日、金丸は臨時記者会見で組員とはイベントで初めて会った。逮捕の新聞報道で組員と分かりを驚いたと釈明し市長交際費5000円を支出したことを謝罪した。ありがとうございます。